はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ドリームトミカイニシャル D BNR34GTR パープルシャドウを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはドリームトミカイニシャル D BNR34GTR パープルシャドウです。このモデルは 7&I オリジナルのモデルだね。発売されたのが2017年ぐらいになります。ボディカラーの方はブルーのメタリックだね。すごく光沢感があって綺麗な感じになってます。でフロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分には GTR のエンブレムがしっかりされてるね。ヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。でこのグリル周りもすごく細かくてかっこいいね。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。この部分にもしっかりとエアフローの部分があるね。でこのまま上の方を見ていくとこんな感じになってます。で助手席側を見ていくとこんな感じだね。やっぱりこの R34GTR のちょっと角張ったデザインがかっこいいね。でタイヤの方はワイドタイヤのモデルになってます。で特にこの面にはプリントはされてないね。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分には日産のエンブレムがプリントされてて、この部分にも GTR のエンブレムがしっかりとプリントされてるね。テールランプの部分はレッドの塗装になってます。で運転席側を見ていくとこんな感じだね。基本的に助手席側と同じデザインになってます。で少し上の方を見ていってリアスポイラーの部分だね。ブラックの樹脂パーツにブルーのメタリックで塗装がされてるんだね。すごくいい感じになってます。で上の方から見ていくとこんな感じになってます。ブルーのメタリックがすごく綺麗だね。内装の部分はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけどシフトノブのあたりもしっかり作られてるね。バケットシートがいい感じになってます。でちょっと見づらいけどリアシートの部分もしっかり作られてるんだね。いい感じだね。でタイヤの部分はサスペンションがついてます。でアクションの部分はあとは左右ドアの開閉だね。で後ろの方を見ていくと日産スカイライン GTR V スペック2ニュルの2014年の写真になってます。でこのモデルはイニシャル D の星野幸三の愛車だね。漫画に出てくる GTR が実物になるとこんな感じなんだね。すごくかっこいいデザインになってます。でこのモデルはトミカプレミアムがベースになってるっていうだけあってすごくフロント周りの作りも細かいね。でリア周りの方もいい感じになってます。箱の方は正面のパッケージに GTR の写真だね。この部分にはイニシャル D の登場人物星野幸三のイラストがプリントされてます。で側面の方はこんな感じだね。で後ろの方はこの部分に講談社のライセンスシールが貼られてるね。はい、今日はセブン&アイオリジナルのイニシャル D BNR34GTR パープルシャドウを紹介しました。やっぱりイニシャル D の登場人物星野幸三の愛車がトミカになるっていうのはイニシャル D ファンにとってもトミカファンにとっても嬉しいね。でこのモデルはトミカプレミアムでも R34 の V スペックっていうので発売されてるね。でそちらのモデルはボディカラーも当然違うけどホイールのデザインとかも違うね。またチェックしてみたいと思います。でちなみに横に並べたこのイエローのボディカラーはイニシャル D 高橋圭介の愛車 RX7 だね。こちらの方は前回レビューしたのでまたリンクを貼っておくのでそちらからご覧ください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。
バイバーイ。